はい、皆さんこんにちは、ゆりです。今日も見ていただいてありがとうございます。今日はですね、2017年で第3弾のダイソーハーフメイクやっていきたいと思います。ダイソーのハーフメイクを、まあ、YouTube 動画上げた時と同時に投稿したものなんですけど、まあ、それを見てね、私のことを知ってくれた人とかってすごくいっぱいいると思うんですけど、まあ、そのね、私の中ですごく大切なあのダイソーのでやるハーフメイクをですね、やっていきたいと思います。で、今回は今までは普通のハーフメイクやったんですけど、ちょっとダイソーっぽくない感じ、ダイソーだと思えないっていうようなゴージャスな感じのメイクに仕上げていきたいと思います。まあ、パーティーとかかな。なので、まあ、これから、まあまあまだ先ですけど、まあ、なんかのイベントとかね、こう楽しんで何かこう友達とやってみたいとか、そういう企画の時にぜひやっていただきたいメイクです。それでは早速やっていきましょう。こちらダイソーのコンシーラー、エヴァビレーナのコンシーラーになってます。オークルです。前回にですね、水曜日にダイソーの購入品でこれ動画開けたんですけど、コメントでこのコンシーラーは良くないというコメントをいただいてます。ちょっと使っていってどうなのかやっていきたいと思います。これは手で塗った方がいいのかな。とりあえず気になるところ、ワンポイントファンデーションっていうけど、ちょっと白すぎたかな。手でやった方がいいかな。うわ、なんか固まるな。わ、結構すぐ固まって伸びが悪い。カバー力はあるねんけど伸びが悪いので、塗ってすぐ伸ばした方がいい。でもやっぱ見た感じカバー力全然違いますね。うん、何回も同じこと言うけど、まあ、あんま塗りすぎるとちょっと白浮きしちゃうから控えめに、すぐ塗ってすぐ硬いです。こんにゃくパフっていうのが出てるっていうの聞いたんで、今度ちょっと買いに行こうかなと思ってます。このコンシーラー自体はツヤはないですね。どっちかっていうとマットな感じがします。リキッドファンデーション塗っていきます。エヴァビレーナリキッドファンデーションのオークルです。結構暗めなはず、暗めなの選んだけど、あ、クリームっぽい、あ、ムースみたい。結構ムースですね。塗りやすそうです。ちょっとこれも早く塗った方がいいのかな。塗っていきます。ムースムース。こちらも伸びが悪いしムラになりやすいかな。 BB の方がムラなく綺麗に塗れたかもしれないですね。ムラOh my god。 まあやるしかないね。今日は結構はっきり言っていきますんで、次こちらエルファーのシルクタッチファンデーション E を使っていきます。パウダーののりはすごくいいですね。ムラをちょっとどうにかごまかしてくれるかも。カバー力はやっぱある。もしかするとどうなのかわかんないですけど、ムラができるってことは多分硬いので BB とミックスさせたらどうなんやろ。ファンデーション2つ塗りになるんですけど、それってあんま良くないんかな。あ、このパウダーファンデすごくいい。ちょっとパールが入ってますね。なのでツヤ感が出るかもしれないです、肌に。うん、だいぶ良くなりました。はい、じゃあ次眉毛の方いきたいと思います。エヴァビレーナのアイブロウパウダーブラウンです。これはですね、私ずっと使ってて、最近も使ってたりとかしてるやつなんですけど、結構良くて使ってます。でちょっと濃いめなんですけど、ちょっとねこう取って、要は一番最初についてるブラシのこの毛先の部分って結構パウダー濃くついてるので、こっから塗るとこわってなるので、こっちからこう描くようにほんのりと描いていきます。ちょっとね、今ね眉ティント軽くしてるからあんま意味ないんですけど、私ね、そう、ちょっとこっちにこう寄せるようにグラデーションしていきます。次ここ眉毛ね、私形変なので、さっきのこのリキッドファンデーションをブラスに少しだけ取って眉毛の下を整えていきます。次ここの濃い部分を使って塗っていきます。ダイソーのパウダー結構ふんわりのるので自然な眉毛に仕上がるから、すっごい描きやすくて好きです。あれですね、最初やり始めた頃の眉毛ってすっごいなんかもうガッてやってるような、描いてる塗ってるってのり貼っつけてるみたいな感じ、ゴルゴってよくコメントくるんですけど、いやまさにそうやなと思っていやほんまそうですよ。ダイソーアイブロウジェルです。この眉マスカラは、ま、色がつくっていうよりかは、うん、つ
くけど自然なブラウンやな。エルファグリッターアイシャドウ C を使っていきます。この色使っていきます。こういうちょっと薄い色とかやったら発色いいですけど、水色とかになるとやっぱちょっと発色は悪くなっちゃいます。次こちらの色塗っていきます。こう結構こすれば色はつきやすいです。ブラウン自体はすごく綺麗な色、もしかするとやっぱりアイシャドウベースを塗ると全然違ってくると思うので、そういう場合はこういう100均のアイシャドウでも全然綺麗に発色すると思います。次このコンシーラー使って目の下を綺麗にしていきます。眉毛の下整えるのこっちの方が良かったかな。次アイプチをしていきます。これはまつげののりです。2016年の時もこれ使ったんですけど、二重になるんですよね。で自分の二重にしたいところを決めて軽く塗ります。要はロイヤルプチアイムとか貼り付けない二重の役目になるので、まあ、しっかりと乾かして、でもやっぱりやっぱロイヤルプチアイムとかと違ってテカりやすかったりとか硬かったりパリパリしたりするので、あんまりつきすぎない少量で全然二重になりやすくなります。アイシャドウめっちゃいいな、これ綺麗やな。綺麗に二重になりました。こっちと全然違います。こちらのホワイトのカラーをですね、目頭のとこに軽くのせます。次ここにグリッターのせていきます。ここら辺をのり塗って、ダイソーのグリッターです。いっぱい入ってます。と軽くブラウンをほんのり入れます。こちらのダイソークリアマスカラを使っていきます。まあ私つけまつげつけるんですけど、どんな感じなのかちょっとやってみたかったんで買ってきました。これをした後にマスカラ塗るとすごくこう深みがあってロングなつけまつげになるらしい、まつげになるらしいです。どうなのかな。エルファツインサイドマスカラ A を使っていきます。あ、結構おおいい感じ。ウォータープルーフアイライナー使っていきます。うわお、めっちゃつく、怖っ。おーおー、でもめっちゃ塗りやすい。次こちらのつけまつげを使っていきます。こちらのつけまつげナチュラルクロスを使っていきます。ボリューム欲しいのと、あと100均なんでやっぱりこうまつげが上がりにくいので、2枚くらい重ねた方が綺麗になるかなと。つけまつげをつけるコツをお伝えしていきます。つけまつげつけるコツというか、つけまつげつけて目をパッチリ見せるために、普通のこのまんまじゃちょっとね目がはっきり上がらないので、カールしてればしてるほど目ははっきりとして、二重に、より二重になりやすいので、ビューラーでしっかりこうしてギュッとしていきます。こうするとカールになるのでね、綺麗な、結構カールになってバサつきが出ました。こっちの方がリアルですね、つけまつげとしては。わ、結構ナチュラルにつきますね。これだけでも全然すごくいいです。ナチュラルメイクにも向いてる。なんかまつ毛みたい。はい、つけまつげはこんな感じなんですけど、もう少しボリューム出したいので、マスカラをしっかりと塗っていきます。結構このマスカラボリュームも出るし、色も濃いので、ほらさっきよりかはだいぶ、2枚重ねするとやっぱ全然違いますね。あとやっぱビューラーで上げるとすごく目がはっきりとします。ニューエアリー柔らかクリアつけまつげをつけていくんですけど、これ上まつげなんですけど下まつげ代わりに使っていきたいと思います。上まつげですけど、まあ下まつげにも使えるので。つけまつげ濃いのでアイシャドウはナチュラルにしました。下のね、エルファノーズシャドウを使っていきます。アイメイクは今こういう感じに仕上がってきました。結構いいですね。で下まつげもすごく良くて自然な感じ、好きです。これでノーズシャドウをね軽くのせていきます。で結構茶色なので指でなじませる感じで塗った方がいいかなと思います。すごく塗りやすいですね。で濃すぎるとちょっとあれなので、ほんのり軽くおでこの周りをのせるぐらいで立体感が出るように、ここちょっとハイライト塗っておきましょうか。分かれ目がつきすぎてる。
エルファマルチチーク使っていきます。このチークもずっと使ってましたね。シェーディングと一緒に重ねるとちょっとほんのりとオレンジっぽくなるのですごくいいです。次、ツヤを出すためにハイライトを塗っていきたいと思うんですけど、このアイシャドウ使えますね。ハイライトにこの3つ使えるので、まず白色からツヤを出すために白色を使って、ここいい感じ、いろんなのに使える。ゴールドでもいいかな。で、結構アイシャドウ濃くついちゃうので指でなじませながら、ピンクとちょっとゴールドを混ぜて眉毛の上あたりをほんのりとのせます。鼻先をのせていきます。で、とリップを塗っていきたいんですけど、リップがなんかどこ探しても販売中止みたいなことを言われてて見つからないので、ちょっとリップだけはちょっとお許しください。ちょっと他のを塗ってきます。はい、メイク完成いたしました。ヘアセットも完了です。今日はですね、ちょっと夜のパーティーな感じのイメージをしてやってみました。で、ここにゴールドのアクセントをつけて、ちょっとゴージャスな感じにしてみました。ピアスめっちゃ重い。このピアスめっちゃ重いんですよ。 H&M なんですけど、重くてこれちょっとつけてられへんな。これ撮影用やな。これはな、重すぎる。これ使い忘れてました。実際どうなのかちょっとわからないんですけど、まあまたちょっとこれ今度使っていきたいと思います。それから私良かったなって思ったのが、この100均のマスカラとアイシャドウ、それからこっちのアイライナーがすごく良かったです。それからこのつけまつげののりもしっかりくっつくし、透明なんで浮くこともないし、あと私これで二重作ったんですけど全然使えます。やっぱりね、学生の方とか特になかなか高いものとか手に入らんかったり、ロイヤルプチャイムって1200円とか高いやつとか2000円とかするから、そんなんじゃ絶対買えないじゃないですか。で、そう思った時に、例えばテープとかやったら浮くし、なんかつけてる感じっていうのがすごいんですけど、これやったら自然とできるので、塗る量とかでも二重幅とか変えられるので、まつげ用のりをあえて使うのもいいのかなと思います。何でもかんでも絶対これはこれじゃないとあかんっていう決まりはないと思うんですよね。それでどれだけ自分の工夫を入れてメイクを楽しむかっていうのが、やっぱ私はメイクやなと思うので、やっぱりこれがあかんと、これはこれじゃないとあかんとか、絶対そういう決まりはないと私は思ってます。メイクはこう楽しくやることが一番なので、私はこれはハイライトとして使ったりとかもやってみたら、すごくいい感じにツヤが出たのでめっちゃいいと思います。いい、グリッターなんでパールがすごく入ってます。なのでツヤ感が出るので、この眉毛の上とここの部分とか、この顎とここの部分しか出へんけどを使うのがすごくいいと思います。ダイソーメイクリベンジいかがだったでしょうか。私的にはすごく今までで一番よくできたかなと思います。アイブロウもやっぱりすごくほんのりとなるし、あとは特にアイブロウコートもテカることないなと思いました。自然になってます。ダイソーのコスメでいろんな工夫をしてメイクを皆さん楽しんでください。ぜひこの動画が良かったと思った方はグッドの方よろしくお願いいたします。それからチャンネル登録されてない方もですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録の横にベルのマークがあるんですけど、ベルのマークポチッと押してもらうとね、通知がピューンってくるようになってるんで、ぜひやってみてください。はい、ということで今回はダイソーのコスメを使ってフルメイクでした。リップはちゃうけどな、このリップカイリです。はい、すいませんなかったんです。はい、それではまた皆さんお会いしましょう。これね、まあ、教えてもらってな。Thank you for watching. Thank you for watching. Bye.